視界が開けたわね。ヒルチャールが寝泊まりした痕跡があるぞ。依頼で聞いた様子のおかしいヒルチャールたちが残したのかな。依頼？そういえば貴様たちがここに来た理由をまだ聞いていなかったな。普通の旅人なら双眼巨炎の下に来る理由などないはずだが。オイラたちは冒険者協会の依頼を受けて双眼巨炎に来たんだ。ここで起こっているヒルチャールの異変を調べにな。でようやくその手がかりを見つけたってわけだ。その答えを知りたいか。え、もしかしてダインは何か知ってるのか。ああ、思い当たる節がある。貴様たちが感じ取れないのも無理はない。この異様な感覚をな。ここが呪いの力を弱めているのがその答えだろう。呪い？確かこの前ダインがカンルイヤの国民として不死の呪いをかけられたって聞いたよな。はあ、俺は数百年この呪いがもたらす苦痛に耐えてきた。だがこの地に足を踏み入れてから束の間の安らぎを得たのを感じている。今この時も俺の体は強い意志で訴えている。ここに残れとな。そもそもどうしてここには呪いを弱める力があるんだ。俺もそれを解明したいと思っていたところだ。だが俺の知る限りアビス教団にこのような技術はなかったはず。ああ、そういうことだ。貴様はなぜヒルチャールが仮面をかぶっているのか知っているか。水面に映る自分の顔を恐れ、それを見ないようにするためだ。何しろ記憶の中の自分と比べたら、それはあまりにも醜い。絶望を感じるほどのものだ。不死の呪い。その実態は永久的な不死を意味するものではない。元に戻る方法はないのか？不可能だ。魔耗により魂と肉体はすり減ってゆき、死という形を迎えることなく灰となる。ヒルチャールは己の最後が近いことを悟ると、本能的に静かで暗い場所を探す。そして、数百年にもわたる苦しみに別れを告げる。呪いの力を弱めるこの場所こそが、奴らにとって最も理想的な霊柩というわけだ。まさか、そんな理由があったなんて。雑談は終わりだ。構えろ。え、どうしたんだ？敵だ。それ！まずい。最近包帯が値上がりしたっていうのに。呪言チョック、呪言冒険だ、冒険。へ、結霜せよ。よっ、わめきなさい。よっ、粉々よ。それジャッジメント。クジャッキ氏、カーンルイヤの宮廷親衛隊に所属していたものだ。え、
宮廷親衛隊ってことはお前の部下だよな。昔のことだ。今の奴らは強力な呪いによって支配されている。その戦い方もかつての栄光を全て捨てたものだ。じゃあもうアビスの一部になっちゃったってことか。先に進もう。あ、ダイン。どうした？見逃していたか。待て、貴様たちは下がっていろ。こいつは他と何か違うようだ。消えた。何なんだあの黒蛇騎士。何か言いたいことでもあったのか。どういうことだ。あれを持たずに500年も自我を保てるはずがない。それにこの覚えのある感じ、どうも気にかかるが、いや、この悪夢のような最悪の中、そのような奇跡が生まれるはずもない。気のせいだろう。先に進むぞ。目指すはあの都市だ。周りに何かしら装置があるはずだよな。旅人、オイラたちが遺跡探索で培ってきた腕を見せてやろうぜ。その必要はない。うえ、カーン・ルイヤの技術、アビスの気配、どれも俺にとっては身近なものだ。俺からすればこんなものはただの儚い泡に過ぎない。ああ、オイラ分かったぞ。やっぱりアビス教団の秘密がここに隠されてるんじゃないか。というかダインっていろいろと内情を知ってるよな。道理でアビス教団に目をつけられるわけだ。おそらく必然的なつながりはない。だが近づけば近づくほど、これらの遺跡がより古い文明に由来したものだとわかる。ただアビス教団に先を越されてしまったがな。より古い文明？おいらよくわかんないんだけど。ここの建築物の構造はかつてのカーン・ルイヤと少し似ている。逆さでなければより似ているだろう。行くぞ。そこに光がある。目の前の足場を踏み外さないよう注意しろ。アビス教団が隠そうとしている秘密がこの付近にあるのかもしれない。まずはこいつらを倒すぞ。チョック、律令。元王帝君のために。燃えろ。わめきなさい。みんながそばにいる。目には目を。装甲のオン。ジャッジメント。やっ、あそこのツル登れそうじゃないか。試してみようぜ。いるぞ。
も襲いかかってこないな。オイラたちを威嚇してるだけ。あ、この国邪騎士たち後ろに何か隠してるみたいだぞ。動くな、この感じ。うわ、こっちに突進してきた。こうなったら戦うしかないな。粉々よ、早く。くらえ。チョック律令。それ、わめきなさい。よっ、よっ。砕け散れ。剣票、恩を断つ。結霜せよ。はい。やはりな、あの国邪騎士たちはアビス教団の秘密とは関係がない。もっと早く気づくべきだった。あのヒルチャールたち一体どうなってるんだ。これが俺のさっき言ったヒルチャールの結末だ。老化が進み光を嫌悪するようになったヒルチャールはやがて暗闇に溶けていく。それでも呪いは奴らを蝕み続けるかな。でもなんで国邪騎士たちはヒルチャールを守ってたんだ。あ、国邪騎士がまた現れたぞ。最初に突然現れて姿を消したやつじゃないか。国邪騎士たちが引いた。まさかあの騎士が命令したのか。ハール・ブダン。おい、どういうことだよ。あの国邪騎士と知り合いなのか。そうか、これが真相ならば実に悲惨なものだ。ダイン？奴らがなぜここでヒルチャールを守っているのか、貴様はその答えを知りたがっている。そうだな、国邪騎士はただ義務を果たしているだけに過ぎない。今しがた俺も事態を把握したばかりだが、おそらく他の騎士に命令していたのはかつての宮廷親衛隊の若き聖兵ハール・ブダンだろう。それって500年前の人なんだよな。カーン・ルイヤに災厄が訪れた日、俺は末光の剣として王宮に駆けつけた。だがその前にハール・ブダンという騎士にある命を下したのを俺はかすかに覚えている。全ての国邪騎士に通達しろ。いかなることが起きようともカーン・ルイヤの民を守り抜けと。確かに俺たちは宮廷親衛隊の肩書きを背負っていた。だがあの悪夢のような災厄を前にして王族、名士、庶民、それら身分に意味などなかった。神々の力の前ではカーン・ルイヤ人という身分しか存在しなかったからな。理性を失った国邪騎士だが、その心の奥底ではおそらく今もカーン・ルイヤの民を守るために戦っているのだろう。この遺跡を災厄に見舞われたカーン・ルイヤだと思い込み、あのヒルチャールたちを助けを求める民だと信じて。俺が聞く限り奴らの叫び声は他者への威嚇ではない。じゃあ、あれは何て言ってたんだよ。聞き取りづらいが俺にはわかる。あれは古代カーン・ルイヤ語だ。奴らはこう言っていた。逃げろとな。
俺も認めざるを得ないな。500年経ってもなお消え去ることのなかったこの強い意志は、絶望の底に生まれた奇跡と言えるだろう。オイラたち、こいつらのことを完全に誤解してたんだな。気に病む必要はない。一時とはいえ、俺でさえこいつらを敵とみなしていた。上に光が見える。引き続きそこへ向かって進むとしよう。国邪騎士たちももう邪魔をしてこないはずだ。てっ、よっと、よっ、よっしゃ。罪人にも幸運な時ってあるのね。一緒に探索しよう。疑似妖怪。疑似妖怪。さっき。創生の術。さっき。創生の術。気にするな。ただ昔のことを考えていただけだ。まさかこの俺を慰めようとしているのか。そんなもの俺には不要だ。不安だ。なら心配してやる。お、この部屋には邪魔な扉がないみたいだぞ。これでようやく真ん中の部屋に行けるな。早く行こうぜ。池は都市そのものと一体になっているようだ。
古代文明の遺物だろう。そして俺の推測では、あれが呪いの力を弱めている。ここにいると先ほどよりも体が楽になっていくのを感じる。おそらくあの池の水には浄化作用があるのだろう。浄化？それってあの池の水を使えば呪いを完全に消し去ることができるってことか？いや、それは不可能だ。え、なんで断言できるんだよ。俺は理性を保ったままこの呪いと500年を共にしてきた。俺より呪いに詳しい者などいまい。この呪いは世界の因果に匹敵する烙印。そして神々の呪いは人間そのものよりも格が高いものだ。俺には感じる、今にもこの呪いが末端にまで浸透し、俺の一部となり、しまいには自分と取って代わろうとしていることを。呪いによる侵食を一時的に抑えることは可能だ。しかし浄化となると、体の一部を焼かれ灰になっていくのを想像するといい。それと同じ苦痛が体を襲うことだろう。無論浄化が終わるまで命が持つ保証などないかな。え？それって死ぬってことだよな。浄化できない呪いなんて、そんな。ここから感じられる池の浄化作用は従前なものではない。呪いを抑える程度に収まっている。そうなのか。あと、もう一つ気になるんだけど、あの下にある妙な装置は何だ？周り、正直俺もあのような構造の装置は見たことがない。アビス教団が設置したと考えるのが自然だろう。もしや奴らは何かの準備をしているのか。うわぁ、びっくりした。なんで急に扉が開いたんだ。あ、こいつってハールブダンって騎士だよな。俺に話があるのか、ハールブダン。行っちゃった。でも今回は急に消えたわけじゃない。ついてこいということだろう。さて、貴様たちはどうする？そうだな、よし、あとを追ってみよう。それ、ハール武団はここから飛び降りたみたいだな。オイラたちも下へ行ってみようぜ。ハール武団はこの道を進んだ先で姿を消したみたいだな。この先に俺たちに見せたいものがあるのかもしれない。行くぞ。この辺りにもヒルチャールが暮らしてた痕跡があるな。前を見てみろ。ヒルチャールの集落の入り口っぽいぞ。入ってみようぜ。質素なヒルチャールの集落だな。うん、ここにもかわいそうなヒルチャールがいるぞ。それにもう動いてないやつも。ハール武団がオイラたちに見せたかったのはこれなのか。どちらにせよ調べる価値はある。ここ一帯を調査するとしよう。このヒルチャールたち、もう息を引き取ったみたいだ。暗闇の中に溶けていこうとしてる。いつも大声を出して騒がしいヒルチャールたちがこんな風に老いていくなんて不思議な感じだな。ヒルチャールとの思い出にあまりいいものはないけどさ、それでもこいつらの最後の瞬間が
安らかであったことを祈るよ。この箱ってヒルチャールたちが食べ物を保存するのに使うものだよな。中身は空っぽみたいだ。最後を迎えるヒルチャールはオイラだったら少なくとも食べ物の味が恋しくなると思うけど。普通のヒルチャールと同じでここにもかがり火があるんだな。けどダインが言ってたはずだ、最後を迎えるヒルチャールは光を嫌うって。もしかしてこいつらも本当に最後の時は光と温かさを求めるのかな。あ、ただの想像だぞ。別の理由があるかもしれないし。早く。こんな地中深くにどうして花が？亡くなったヒルチャールに手向けたのかな。言われてみれば確かにどこかで見たことあるような。これはカーンルイヤの国花、インテイワットだ。かつてカーンルイヤの至る所に咲いていた。この花の開花期間はもともと2週間しかない。だが誰かに手折られカーンルイヤの土から離れるとその花びらの成長は止まり固まる。故郷の土に帰って初めて花びらは再び柔らかくなり、やがて塵となって枯れる。故にインテイワットは勇士、つまり郷を離れて旅する者を象徴し、また故郷の優しさという意味を持つ。あ、この花がここにあるってことはつまり。姫様、ついに同意していただけましたか。天理への対抗に傾倒するあまり復興という大事な使命を忘れかけていた。確かにこんな優柔不断なままではいけない。殿下、装置の準備はじきに完了する予定です。ご命令を。賞賛はどのくらい？理論上ですとおよそ…いや、やっぱりたとえ 1% でも望みがあるのなら私たちも同じ。すでに深淵に飲み込まれてしまっている。尊厳なく生きるより、あの者たちは一刻も早く循環へと戻った方がいい。これ以上言われのない罪をあの者たちに背負わせはしない。そのご決断は教団にとって実に良好。ホタル、何か見ていたようだな。何を見た？そうそう、ずっとぼーっとしてたぞ。なるほど、これが双子だけが持つ奇妙なつながりというやつか。今の話によれば奴らは装置を利用して呪いを浄化しようとしている。おそらく先ほど見た装置のことだろう。それに彼女は復興と口にしたんだな。頑固なやつだ。やはりまだ諦めていなかったか。
どうやら教団はこの地を利用してヒルチャールにかかった呪いを浄化するつもりのようだ。彼らを元に戻し、そしてカーンルイヤ復興の礎とするのだろう。何しろ国民なくして国家とは呼べないからな。全く愚かな考えだ。そんな可能性 1% も存在しない。言ったはずだ。俺はこの呪いと共に500年を過ごしてきた。救いなど決して存在しない。誰よりも俺はそれを理解している。そして呪われたら最後元には戻せない。仮に強引に呪いを払おうとすれば痛み以外に得られるものは何もないだろう。だから理性をもってして俺は何度も言い聞かせてきた。あれはもう人間ではないと。それに執着し感情を傾けすぎてしまえばやがて奴らのように偽善という名の泥沼に沈んでいく。そうなってしまう前にもっと救う価値のあるものに目を向けるべきだ。ふん。ああ、確かにそうだ。俺たちはただの雇用関係だが、向こうは貴様にとって大切な血縁者だ。何の問題もない。貴様が彼女の肩を持つのも当たり前のことだ。だが貴様がどちらを選ぼうと俺の心が揺らぐことはない。アビスを阻止することこそ俺が歩む道だ。それに賛同できないのであればいっそここで。そうか。どうやら初めて会った時にした3つの質問は無駄ではなかったようだ。すでに貴様は自分なりの見方でこの世界を見ている。貴様が本心を明かした以上、俺も隠しておくつもりはない。俺は今回、アビスを止めるという目的以上に、ただ、ハール武団たちの意志を踏みにじる、アビスの独善的な行為を許せない。アビスはいつ現れるかわからない。油断せずに進もう。ここからでもあの逆さの都市が見えるんだな。いや違う、気をつけろ。うわぁ！何が起きたんだ？前にあった真ん中の部屋から放たれた光か？ミファー。まだ異変は続いている。どうやらアビスが動き出したようだ。ダイン・スレイブ、何とも執念深いやつだ。しかも殿下の血縁者と再び手を組むとは。前回転移網の確認が遅れお前をここに送ってしまったのは失態だったか。逃げるばかりの臆病者だった貴様が俺の正面に立つとはな。何が貴様にそのような勇気を与えた？我々は殿下のご意志を貫き邪魔者を排除しなければならない。そしてこたびこそ民を苦しめ続ける呪いを全て取り除く。あいつらを苦しめているのは貴様たちの方だ。あのヒルチャールたちには呪い以外何も残っていない。もう引きはせぬ。さあ来い、ダインスレイブ。そのくだらない意志とやらのために命を懸けてまで時間を稼ぐ必要があるのか。死に急ぐのであれば望み通りにしてやろう。
貴様たちの言う呪いのジョーカー、池の下にあったあの装置を使うつもりだ。アビスが持つ技術を侮る。そもそも水の浄化作用は何百倍にも増幅されている。そのような強引で短絡的な手段、やはり貴様たちを買いかぶりすぎていたようだ。目には目を。やっ。罪人にも幸運。終焉の審判。せえ。みんな。と、せえ。は。属性を断ち切れ。呪言直布、呪言結霜せよ。くらえ。粉々よ。疑似妖火せえ。属性を断ち切れ。律令審判。わめきなさい。へい。よっ。世界は必ず燃えさ、はあ、お前がずっと追いかけてたアビスの使徒、ついに倒したな。雑談している暇はない。アビス教団の装置が作動した。今から破壊すればまだ間に合うはずだ。